今に見てろよ、最後に生き残るのは人類だ。お前らなんかきっと2倍兵長が。まだ何体かいるようだ。兵長、増援を集めてきました。テトラ、お前は下の兵士を解放し、残りの全員で巨人を片付ける。本体を守りつつ巨人を一掃するぞ。リヴァイ兵長、前方に新手の巨人です。どうしてどいつもこいつもふざけた動きしやがって。おとなしくしてろ。そうしないとお前の肉をきれいにそげねえだろ。助かった。まとめて相手して縁談のもとへ急げ。助けを求めてる。来たね。まとめて相手して。おとなしくまとめて相手して。縁談のもとへ急げ。助けを求めてる。次の巨人はどこだ。捕まえるにしてやる。行く。ここは片付いた。行く。巨人発見の縁談だ。行くぞ。行く。この辺りの巨人を倒したい。手伝ってくれ。行く。行く。俺の班を警戒に当たらせておこう。ああ、頼む。兵長、索敵班の報告では巨人の…まとめて相手…俺たちでした。行く。嫌なしくなよ。救援要請、まとめて相手…無視はできねえか。調査兵団の力を見たか。オリオ、ついてこい。了解っす。あ、了解です。どうして、大丈夫。飛行士です。町の中心に向かっています。止めないと。本体を守らねえ。飛行士の迎撃に向かうぞ。どうして、はい、手出しするなよ。了解です。
食ってやる。覚悟しろ巨人ども。夢中になると状況も見極められねえのか。ありがとうリヴァイ。いやーちょっと巨人を集めすぎちゃってね。せめて結果を考えて行動しろ。この数を一気に相手にはできねえぞ。奴らだ。その肉切り刻んでやるから待ってろ。兵長、俺たちでやってやりましょう。ここは制圧した。作戦完了だな。腹をくくれ。兵長、血が止まりません。兵長、俺は人類の役に立てたでしょうか。お前は十分に活躍した。そしてこれからもだ。お前の残した意志が俺に力を与える。約束しよう、俺は必ず巨人を絶滅させる。兵長、彼はもう。最後まで聞いたのか、こいつは。と聞こえてましたよ。だって安心したように眠っている。ならいい。リヴァイ、退却だ。巨人が町を目指して一斉に北上し始めた。壁が破壊されたかもしれない。
なんてことだ。うん。状況は先ほど総員追ってくる巨人はあらかた片付いたな。エルヴィンはそろそろ壁につく頃か。急がねえと。止まってる、クソメガネ。リヴァイ、崖が崩れて道が塞がったんだ。これじゃ馬が通れないよ。そこの砲台。巨人が数体接近してきます。仕方ねえ。だが町の様子が気にかかる。うまくいかねえようなら先を急ぐか。ありがとう。砲台が巨人に壊される前に急いで頼むよ。まとめて相手して。助かってよリヴァイ。あとは私の班に任せて先に行っていいよ。まとめて相手して。しない。救援要請無視はできない。早く仲間と合流して町へ戻らなければ。まとめて相手して。助かった。仲間とはぐれてしまって助かりました。行きましょう。俺たちは急いでエルヴィンを追う。遅れるな。縁談か。救援に向かおう。見失うとは。体勢を立て直さないとな。俺の敵じゃ。まだ行けます。ああ。行く。
トロスト区の状況によっては俺たちの力が必要になる。急ぐぞ。この失態はすぐ取り返します。だったら口を動かしてない。ついてくる、オルオ。縁談か、救援に向かおう。この道も塞がれてやがるのか。ミケ、仲間が少ねえようだ。崖崩れと巨人の襲撃で味方は散り散りだ。手を貸せ。エルヴィンが先に行ったのか。先頭にいたはずだ。おそらくそうだろう。そこの砲台で瓦礫を爆破して進もう。南東から複数来ます。早く砲台で瓦礫を崩さないとまずいね。片付いたな。リヴァイ、お前は先に行け。俺は試算した兵を収集する。先を急ぐぞ。そうか、ご苦労。このままトロストフの壁門まで強行するぞ。破壊されてる。急ぐぞ。総員突撃。トロストク壁門へ急ぐ。ち、何が起こってやがる。飛行手一体向かってきます。面白い面しやがって。まとめた相手。今は考えている時間がない。みんな立体軌道に移る準備をせよ。リヴァイ、お前は仲間の援護を頼む。あの大型機甲士を仕留めろ。了解。目障りな野郎、てめえを殺してやる。後ろの壁を登らせてもらう。俺もどうします。手強そうな奴だが、俺たちなら俺たちの力見せてやりましょう。
こそ。あれは。自由の翼。おい、ガキども。これはどういう状況だ。巨人化したエレンが壁の穴を塞ぐことに成功した後、壁外調査より急遽引き返してきた調査兵団と駐屯兵団工兵部の活躍により、ウォール・ローゼは再び巨人の侵入を阻んだ。どちらの兵団に油断、憲兵団か。はい、我々彼の巨人の力がなので、せめてそんな必要はない。奴はニック司祭殿、我々調査兵団は、はい、何を優先すべきかは。だが今回の奪還、彼は巨人の力を、あなた方は巨人を見たこともない。まずいか。いや、言ってやる。思っていること全部。力を持ってる人が戦わなくてどうするんですか。生きるために戦うのが怖いって言うなら力を貸してくださいよ。この腰抜けどもめ、いいから黙って全部俺に投資しろ。構えろ。はっ、うん、待って。これは持論だが、しつけに一番効くのは痛みだと思う。今お前に必要なのは言葉による教育ではなく教訓だ。しゃがんでいるからちょうど蹴りやすいし、こいつは巨人化した時力尽きるまで20体の巨人を殺したらしい。敵だとすれば知恵がある分厄介かもしれん。こいつをいじめた奴らもよく考えた方がいい。本当にこいつを殺せるのか。ソト、ご提案があります。なんだ。エレンの巨人の力は不確定な要素を多分に含んでおり、危険は常に潜んでいます。そこだ。エレンの管理をリヴァイ兵士長に任せ、その上で壁外調査に出ます。
ほう。できるのか、リヴァイ。殺すことに関しては間違いなく。問題はむしろ、その中間がないことにある。エレンが巨人の力を制御できるか。人類にとって利がある存在かどうか。その調査の結果で判断いただきたい。結論は出た。エレン・イェガーは調査兵団に託す。調査兵団に迎え入れられ、調子あるよ。まさかこれからよ。しかしリヴァイ派、俺がボム。人類の底力を見せてやるぜ。あっ、ミカサ、あれ。これより人類はまた一歩前進する。お前たちの成果を見せてくれ。開門。第57回壁外調査を開始する。進め。進路にいる巨人を排除して彼らの進軍を支援する。油断しないで。大通りで複数の15メートル級を確認。この通りは避けるか。この通りは旧市街地の出口への最短ルート。本体との接触前に奴らを倒す。
本体が旧市街地を抜ける頃だ。面談が上がっている。一体何が起きているの？出口に飛行士が現れた。これじゃ旧市街地を抜けられないぞ。飛行士なら直接倒すしかない。ミカサすげえな。俺とは動きが違うぜ。これで無事に旧市街地を出られ、戦わなければ勝てない。ここからが壁外遠征の本番。